シュライト層は、シュロソウかシュライト層族の野生の多年層である。和名は糸くずを束ねたような花の姿に由来する。俗名は、雪の筆を意味する。スウェーデンのカールツンベルクによる日本植物詩で、この種が世界に紹介された。根茎は、ごく短く、時に小規模な株立ちになり、根性葉をロゼット状に地表に広げる。 その姿はやや症状ばかまに似ている。葉は、先が、やや広くなったサジ型、新緑色で、艶は、あまりない。全体で3から14センチメートル、傭兵は、不明瞭、先端はあまり尖らない。花季は4から7月、細長い花形を直立させ、高さは15から50センチメートルほどになる。花はその上の方から、 数マイナス十数センチメートルほどにわたってつき、その部分の花形は白っぽくなる。それ以下の部分には間隔をあけて数枚の線状のツトがある。全体としては枝分かれのない水上である。花は下から順に咲く。花は6枚の花皮片、6本のおしべ、1つの雌しべを含むがそのうちで4枚の花弁以外はごく小さくて花形に密着する。 4枚の花びらだけは1センチメートル前後、細いさじ型で先端がやや幅広い。花弁は花形に対して大きい角度を持って立つようにつき、それ以外の花の部品は目立たないので、外見的には個々の花は見分けられず、花形から多数の細長い花びらが立っているように見え、真っ白な瓶洗いのブラシが立ったような不思議な姿を見せる。また、香りも良い。 果実は大円型で3から4ミリメートル、種子は超大円型で2から3ミリメートル。果実が成熟する頃には、家計も緑色になる。韓国と日本に分布する。国内では、秋田県伊勢の本州、四国、九州の産地に分布する。林園などの木陰からやや日当たりの良い場所にも生える。草丈のごく低い植物なので、背の高い草地には出ない。 山村では定期的に草刈りをする林園などで見かけることも多いが人為的格乱の強いところに出ることはない。その花の不思議な姿と涼しげな様子をめでられ茶花として好まれてきた。山野草として栽培されることがあるがそれほど普及していない。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。この種には変異が多く、 以下のような変種が認められている。薬島シライト層は、シライト層の変種の一つ。薬島に分布する。絶滅危惧痛類アズマシライト層は、シライト層の変種の一つ。関東地方に分布する。花弁は3ミリメートルほど。シーヒサウチアナエヌタナカとして、独立種とする説もある。絶滅危惧痛類ミノシライト層は、シライト層の変種の一つ。 岐阜県美濃地方西部の実に分布する。花弁は3から6ミリメートル程度で葉が厚くて光沢がある。花期は5から6月。C、久打ち穴サブスプ、ミニオン。絶滅危アイビールイ黒髪白糸層は白糸層の変種の一つ。佐賀県の黒髪山に分布する。C、クイドズミ穴バリエーション、黒髪穴 M 巻として茶星白糸層を。 基本種とした変種とする説もある。2017年に気象野生動植物種及び特定国内気象野生動植物種に指定された。絶滅危惧アイエールイコの属の植物は東アジアに数種があり、日本には以下のもう一種がある。小型種で、ハワラン系などではっきりした傭兵があり、長さは8センチメートルにしかならず、普通はもっと小さい。 家系は30センチメートルくらいまで、先端近くに花が、やや集中し、花弁は細く、緑から紫。本州では、愛知県と紀伊半島、四国、九州の山間部にのみ見られる。絶滅危惧種類。ただしこの種は小さいだけでなく白くなくて、ほが長くないため、見かけの姿では、白糸装にはあまり見えない。しかし、やや小柄な白糸装に見える株もある。 用紙としては、少女バカマや、ヌギランなどもよく似ていて、花は、オゼソウやサラシナショウマに少し似ている。ありがとうございます。